渡辺香織のナベラジ。ロサンゼルスのリスナーの皆さん、おはようございます。渡辺香織です。皆さんの身の回りにとても忙しい生活をしているのに、いつも綺麗にしていて、また体のラインもキープしていて、かつやりたいこともどんどんやっている、それにキャリアアップもしていて輝いている女性、そんな方はいらっしゃいますでしょうか。そういう人というのは必ずと言っていいほど良い習慣というものを持っています。成功者の多くも良い習慣を持っています。習慣は人生を変えるほど重要なので、今日のテーマ、よかったら耳を傾けてみてください。今日のテーマは、1年後に別人に生まれ変わる方法、習慣によってというものです。私たちの人生のほとんどは習慣によって成り立っています。朝歯を磨くことに始まり、朝食を食べ、同じルートで会社や学校に行き、決められた時間に仕事をして、同じルートで帰宅します。そして同じようなテレビを見てお風呂に入って寝る。こうした習慣は無意識で行えてしまいます。例えば私は歯を磨いたかどうかを忘れてしまうことが非常に多いです。ある時なんか3回ぐらい朝歯を磨いていたということもありました。こうした日々の習慣の質を高められましたら、さらに新たな良い習慣を一つでも二つでも増やすことができたとしたら、人生のクオリティはもっともっと向上するはずです。きっと1年後には別人になっていることだって大いにあり得るわけです。そしてその身についた良い習慣というのは自信につながっていきます。ではどうすればあなたが身につけたいと思っている良い習慣をインストールすることができるのでしょうか。それは自分の中にしっかりとインプットされるまで意識して何度も何度も反復作業を繰り返すこと。つまり習慣化というのは反復作業なわけです。ネガティブな思考の癖もポジティブな思考の反復作業で治っていきます。そして見事インプットできた暁には、その習慣を楽々と続けられるようになることでしょう。一般的に習慣化するには21日間かかると言われています。具体的に言いますと、最初の1週間はとにかく意識してやることで慣れていく作業になります。次の1週間で習慣化していきます。最後の1週間で定着していくというプロセスです。脳科学でも新しい習慣を2から4週間続けるだけで、その新しい習慣を行うための脳の神経細胞間のシナプスがつながるとも言われています。さて、あなたはどんな新しい良い習慣を身につけたいと思ってますか？ほんの小さなことでいいのです。例えばですよ、寝る前のたった10分間のエクササイズとか、笑顔での挨拶をすること、または毎日30分間の読書習慣、またはバスタイムでのマッサージをすること、そして感謝できることを数え上げる習慣、まあ、こうした小さな良い習慣というのは驚くほど大きく人生を変えることになります。こんな例えで考えてみてください。海の上に浮かんでいる巨大なタンカーというのは30万トンもあるそうです。長さにいたしましたら東京タワーと同じく300メートルを超えます。そしてこの大きなタンカーの舵は10メートルにも及ぶ大きなものです。水圧もすごいので、これを動かすにはとんでもなく大きな力が必要となります。ではこのタンカーが方向を変えるときにどうしていると思いますか？それはトリムタブと呼ばれる小さな舵を使うのです。トリムタブは大きな舵の先端についていまして、小さな力で動かすことができます。このトリムタブを動かすと水圧の向きが変わり、結果として大きな舵の向きを自然に変えることができる仕組みになっています。私たちの人生も同じと言えることでしょう。人生の進路を変更したい、変わりたいと思った時には、初めから大きな変化を求める必要はありません。
日常のほんの小さなことを変化させるだけで、この巨大タンカーを動かせるように人生をも大きく変えていくことができるのです。ぜひ何か良い小さな習慣を身につけてみましょう。今日の話は私の本、美も願いも思い通りになる女の生き方、116ページの1年後に別人に生まれ変わる方法の中で詳しく述べてあります。もしよかったらどうぞお読みになってみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。渡辺香織でした。